日本関東地方神奈川県横浜市神奈川区、森谷町。森谷町は横浜市神奈川区の町名。住居表示は未実施で、現行行政地名は森谷町1丁目から森谷町4丁目で、2丁目が設けられている。郵便番号は221-0022。22 1906年から1909年にかけて、森谷この助により小安町地先の埋め立てが行われ、 小安町は座海岸通りとなった。1911年、横浜市に編入。1918年10月15日、小安町から森屋町を新設。町名は、埋め立て事業に尽力した森屋小之助の中から取られた。神奈川区林海部に位置し、西側から一丁目となっている。南側は、恵比寿運河に面し、北側の小安2との間は、入江川第一。 第2廃川及び首都高速横羽線で隔てられている。拡張目間に流れる入江川及びその葉川には直接渡れる橋はなく、小安通を介して移動することとなる。町の北側を首都高速及び東海道貨物線が走り、3丁目にランプと貨物駅が設けられている。1から4丁目を合わせた面積は0.673平方キロメートルで、 人口は3.4丁目は0人。1.2丁目もごくわずかである。横浜冷凍や内外日東などの倉庫群のほか、日本優先市会社の京浜ドックが本社、小安工場を置く。時は橋を介して、小安2と連絡し、京急本線小安駅にも近い。入江川第3小派川の西側は、三浦東町及び千和歌町となる。町の東側には、 自動車の研究開発や展示を行う、松田 R&D センター横浜、西側は、太陽油脂本社工場がある。富士見橋を介して、小安2と連絡する。日本ビクター第一工場ファサード JVC、ケンウッドが、本社、工場を置くほか、安田倉庫、日夜科学工業、千代田加工建設、セガインタラクティブも事業所を置く。JVC、 ケンウッドの建物の一部は、横浜市認定歴史的建造物及び、経済産業省近代化産業遺産群に認定されている。首都高速横羽線小安出入口、森谷町出口があり、町を南北に走る産業道路は、恵比寿橋を介して、恵比寿町、新小安橋を介して、新小安や第二京浜方面と連絡する。 京急新小安駅、JR 京浜東北線新小安駅にも近い。かつて、東海道貨物線の新港駅が存在した。ほぼ全域エネオス横浜製造所となっている。小安橋を介して第一京浜と連絡する。入江川第一波川の東側は、鶴見区大国町となる。ありがとうございます。